三国維持王歴では、新首王と記される。意味な、送り名は、三国式には伝わらない。また、官園に引用される、僧女、通り天では、くだら王、不予天と表記される。ただし、旧古各本、僧女では、あまり、栄とある。子に、旧未新王。三百九十四年二月に大使に建てられ、三百九十七年に、人質として和国に赴いた。 405年9月にアシン王が亡くなると、一旦は、天使王の自定の訓会が政治を見て、天使王の帰国を待ったが、末帝の霊が訓会を殺して自ら王となった。和国でアシン王の死を聞いた、天使王は、国旗すると共に帰国することを和国に請願し、和国の兵士に伴われて帰国した。国人は霊を殺して天使王を迎え入れ、ここに即位がなった。 407年には、諸帝のあまり神、外籍の会、主、階級らを、助平らに置くなどして、王を中心とした権限の集中化を図り、408年に、初めて植え、左兵の官を設け、左兵のあまり神を当てて、軍事、国政を統制させることとなった。409年、和国より、太陽光に当てると暗闇でも光るとされる夜明け玉が、送られた。 416年には、刀身によって支持説、と督くだら将軍寺、鎮騰将軍、くだら王に作法された。417年7月には、東北編でスナク地上を築くなどして、再び、高ウクへの対抗の体制を整えていった。420年3月に、在位16年にして死去した。ありがとうございます。